ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。東洋経済 HR オンライン編集長の田宮裕之です。本日は就職情報サイトを運用するマイナビがですね、既卒の人の就職活動について調査をしましたので、その結果についてお話をします。ここで言う既卒というのはですね、2012年の3月に大学を卒業した人たちということになります。マイナビがこういった既卒の人たちに対して初めて調査をしました。そしてこの調査対象ですけども、3月に卒業した2万2000人の人に対して今年の8月下旬から9月上旬にかけて調査を行いました。それでまずですね、この既卒の人たち、これ新卒の時にどういう状況だったかということをまずお話しますと、新卒の段階での内定率は 17.5% でした。ですから、内定率非常に低いということになります。ただとりあえず内定があったにもかかわらずですね、大学を卒業してまた、就職をしないで、就職活動をしているというのはなぜかというとですね、基本的には内定先への不満不安があったからだというふうに、回答しています。そして、この人たち新卒の時に就職がうまくいかなかった理由についてですね、どのように分析しているかというと、自己分析が不十分だった、あるいは業界や企業研究が不十分だったというふうに反省しています。要はですね、就活生として本来やるべきことをきちっとやらなかったということになります。そしてですね、いざ卒業しまして、その後、就職状況どうなっているのかということなんですが、12年の8月現在、内定率はですね 23.6% です。同じ時期のですね、新卒の採用がですね、なんと 60.5% です。既卒が 23.6% に対して、新卒が 60.5%、相変わらず、内定率低いということになります。そしてですね、この内定決まった人たちもですね、やっぱり満足度が低いという結果が出ています。とりあえず、就職浪人をして、就職活動してるんだけど、そして内定出たんだけども、あまり満足してないということが多いようです。2010年からですね、政府の要望によりまして、企業はですね、卒業後3年以内は新卒扱いというふうなことを、行っております。ただ、こういうふうにしてもですね、結局、既卒という状況になってしまいますと、内定はあまり良くないと。ですから、就職というのはですね、やはり新卒のうちにきちっと決めておくべきだというようなことが言えるかと思います。本日は以上です。また次回お目にかかりましょう。